はいどうも、サホでございます。本日はですね、昨日出せなかったね、防具イベントのまとめと、まあ今日来た新情報のまとめでございます。それではね、やっていきましょう。まあやっていくっつってもやらないんですけど。あ、まずコロシアム OBT のが来ましたね。抽選で選ばれたギルドがね、コロシアムできるってイベントで、まあ参加できなくてもこの報酬はね、ちゃんともらえるので、まあ実際参加しなくていいんですけど、まあお試しでね、見てみてください。ちょっとね、これに関してはね、別の端末で、コロシアムやらせていただいたので、まあ、感想動画もね、時期に上がると思います。はい、あまり期待しない方がいいですね。それではね、本ちゃんのイベントの方、防具集めのイベントになってます。復習の記録でございます。こちらね、ナイトメアが落ちるんですが、このナイトメアのね、性能を見るとあまりね、別に、煙突したところで、みたいな性能なので、時期時期に使わなくなるし、ミドガルズオルムとね、一緒の性能ですね。スキル自体は。なので、こいつを目的でね、周回する必要はないので、まあ、一応ね、5節、9節、10節で、この確率で落ちます。1%、3%、5%。まあ、本来の目的として、こちらの防具ですね。5節、9節、10節で 5% で落ちます。ただ、この 5% で落ちる防具はね、刀剣打撃、楽器、祈祷とね、ボーナスがかかるね、職がバラバラになってます。まあ、刀剣だったらブレイカーって感じでね。ってなると、今度こっちのね、1% の確率で狙っていかないといけないわけですね。まあ、最低ラインとして、刀剣。まあ、例えばブレイカーを使っている人は、刀剣をね、4つ集めていただくと。まあ、これは 5% で落ちるんですが、体、足、手はね、1% で落とさないといけないと。まあ、こちらがね、最低ラインになってます。まあ、普通のラインは、このね、一つずつ落とすと。まあ、16種あります、全部で。でね、こちらの装備は、サブとしてね、優秀で、別の防具とみなされます。まあ、これ見てわかると思うんですけど、違う種類のね、同じ種類か。同じ見た目の足がね、2つ装備されてるんですが、これ打撃と刀剣でね、種類が違うので、まあ、サブ防具も全部 SS にできる。サブ防具も全部 SS にできると。もちろんね、メインセットでもね、全部 SS になるので、S にしただけでもね、すごいステータスが高い防具なので、これは必ず回った方が良くて、まあ、防具自体ね、非常に貴重なので、回ってくださいと。で、チャームメダルで取れる悲哀のね、防具シリーズとステータスが一緒なので、すごく強いですね。はい、なので、まあ 5%、1% で落とすと。で、どこ回るかっていうとね、すべてのね、クエストでね、落ちる確率は一緒なので、わざわざ高難度を行く必要はなく、普通に5節を回ればいいですね。5節ワンパンで倒せると思うので、ワンパンかツーパンぐらいで倒せますので。あ、やばい、グレーテルで入っちゃった。まあいいや。そしてね、1%、5% と言ってますが、まあ、防具が落ちる確率は、1体につき 1% だと思われるので、まあ、こういう風に倒したらここで 1% って計算ですね。バトルにつき 1% ではないので、まあ、もちろん複数落ちる。1%、5% いっぱい引けば、複数落ちるので、まあ 1% ではないですね。実質は。落ちる確率は全体を通して。狙ってる防具落ちる、ん?狙ってる防具が落ちる確率はね、1% になってますけどね。まあなかなかね、こういうゲームのね、コンプ系は難しいですけど、まあ頑張ってやってくださいと。必ず、最低でもね、16種類はね、取っていただけたらいいなって思います。それではね、次新情報行きましょう。新情報はガチャですね。新しくガチャが来るので明日メンテナンスと。で、こちらのガチャはね、ちょっとネタバレになっちゃうんで、嫌な人はバックしてください。こちらのガチャは人魚姫のね、ミンストレル、楽器武器ね、ジョブのね、解放、のガチャになってます。で、ナイトメアも多分いますね。L になる。あと、ブレイカー、人魚姫じゃない。影や姫のブレイカーもね、多分こちらのガチャで取れると思うので、まあ最低でも影や姫の、まあ武器はね、取っていただけたらいいなと。また水な気がするんだけど、気のせいかな。はい。いいかなと思います。で、もう一つの注意はね、欲望メダルのね、4、あ、4じゃない。欲望メダルの5か。5が終わっちゃうので、あ、欲望メダルの6のね、有効期限が終わっちゃうので、今のうちにメダル残ってる人は交換してください。まあ、この6っていうのは6月ってことなんで、まあ、特に7月になってるんですけど、
まあ、ついに7月のね、欲望メダルに切り替わるので、ここ残しといたらもったいないです。で、それに伴ってこちらのね、ガチャもね、明日の15時に終わるので、まだ取れてないなって人は、こっちのガチャ引いちゃってもいいかなって思います。はい。今回のアップデート新情報は こんなもんでございますね。はい。で、コロシアムをね、ついての、まあほんと画像を見せて感想を語るだけの動画なんですけど、まあ今日か明日に上がるので、そちらもね、ご視聴していただいたらいいなって思います。それではね、ご視聴ありがとうございます。